はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。元気ないな。やり直し、こんばんは。こんばんは、はいえー。ヒッティングチャンスの時間です。水曜日7時を回りました。えー、今日は3月28日、水曜日、えー。ヒッティングチャンス数えて353試合目です、えー。今日は来月から中学生になるお二人にお越しいただきました。 小学校はどこのチームでしたか赤月です。出てです。ね、クシュクして、うん。はい、もう一回声を合わせて、どちらのチームでしたか赤月です。はい。赤月だけどね、結局、6年は全くやってないよな。5年の後半にキューブしたもんね。あなた方がね、申し訳ないな。はい。えー、ちょっと選手不足で、 暁現在、休部中ですが、そこから卒業生お二人にお越しいただきました、後ほどお話聞かせてください、はいえー。ヒッティングチャンス、この番組は、オリジナルプリントショップ、タカ、有限会社、不足工業、エナジックグループ、京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事、チームアザグループ、ベースボールプロショップ、大野山スポーツ、沖縄タイムス、沖縄市、茶壇町、販売展開、

あれって何ですかんこれお前たちがいたずらした時にすぐこれで叩くわけさ <laughs> <laughs> であなた方の前に置いてたら絶対いたずらするから今避けたわけ叩きたかっただろ <laughs> <や> <laughs> 絶対やるだろうなと思ったからもうやら,やられる前に片付けた折り鶴って漢字どれ、うん 千葉ひろこって糸編に広い?はい。あ、やっと思い出した。こうだんするって。やっと思い出したよ。<laughs> 制服作ったかうん、はい、はい、作ったはい広瀬は和志のお下がりいい作った作った今名前なんか刺繍するの刺繍うん玉城城を置、はいてお父さんの読谷に迎えに行くって、はい、毎日か毎日だうん送迎してるわけ朝は送って夜は迎えて大変だ、うん 勉強はしっかり頑張ってるて、はい、入ってはいって本当かよね。知らんとさっき言ってたら分かんないけど <laughs> 一応入っていったそうですか普天間負けちゃったよマイク入れます ははい改めましてこんばん,はこんばん、はいえー、353試合目は、えー、暁の卒業生卒業生お二人にお越しいただきましたでは、えー、お一人ずつ自己紹介をお願いしますどうぞ玉城攘夷です全然面白くないなんかもう少しはっきり玉城攘夷です、はい、東女広瀬ですはい攘夷、えー、君と広瀬君お二人にお越しいただきました <laughs>、えー、4月からは 中学生山中学校2人とも間違いないですね山中学校からちゃんと来てもいいよと言われた大丈夫あんたはちょっと他に行ってくれんかとか言われなかったか大丈夫か大丈夫ですかはいはいええジョイ君は暁が休みになってからは何をしていましたかバスケですバスケットボールはいレギュラーかはいはい あれバスケットボールポジションなんていうのガードとか何かあるさセンターとかセンターフォアセ,センターって五人のうちの真ん中でもない。分からん分からん <laughs> 君はどこだったセンターだった分からんってお前自分やっセンター分からんわけ <laughs> 面白いやっちゃなはい、えー、広瀬君はどうでしたか、はい、この一年間遊んでました遊んでました 噂によるといろいろやらかしたという噂も入ってきてますがいかがですかやらかしました学校でいろいろまあ、まあ、何した、うん、校長室に呼ばれた、うんはい、あ、はい、ちょっとちょっと広瀬君、はい、どうとしまいつけるんだねこれは思いますか女の子とか叩いてないよない<え>大丈夫だよね <laughs>、はい 誰かすぐあの校舎の裏に呼んで叩いたとかはないだろうね、はい、大丈夫は、はい、そういうことはない、はい、暴力事件はない、はい、じゃあ何だったまあここはこういうのを聞く場所ではないから今後は大丈夫ね、はい、中学生は、はいはい、じゃあ上位、えー、君は中学校入ると予定はバスケやるつもりバスケットボールははい、はい、広瀬君は まだ予定ないプー太郎か <laughs> もしかしたらもしかしかたらプー太郎もいいけどヤンキー目指してら <laughs> 一時俺はヤンキーになるとかって言いふらして歩いてたらしいけどはあ<ー>それは事実ではない <laughs> い,いえはいほんとか、はい、あ僕そういうふうに聞いたからちょっと心配だったけど <laughs> 大丈夫は、はいはい、じゃあ帰宅部 何かかかやった方がいいいんじゃないか、はい、科学部とか <laughs> 運動をやらなければ君運動能力は高いのに何かやったらいいのに、うん、サッカーとかどうなのかサッカーか、うん、<laughs> 上位と一緒にバスケットはバスケちょっとバスケット差があるか小学校やってない人と中学校から始める人とではある程度はできるよある程度はできるわ広瀬だったらすぐできるんじゃないか 広瀬だけど人にパスしないで自分でシュート決めにいきそうじゃないか大丈夫か、はい、ちゃんとパスできる、はい、サッカーとか似合いそうだけどね意外とまた野球を一から始めたりして <laughs> どうですかそれはちょっとない,なかい,い分からんはい、はい、山内今強いか野球は分からんバスケは ババススケケは普通,普通はバスケット僕らの一つ下かは全国大会で3番ぐらいになったはずよすごい時期がありましたよ、はい、で何だった今あの琉球キングスにもいるでしょう山内中学校出身が、はい、山内森久選手だったじゃないか今どっか別のチームに行った 多分キングスからよしつに打ってた多<分>ああそうかコザ中からもいるよねキングスにね分からん分からんおいバスケット選手はしっかりしてくれやんそうかわかりましたそんなんビ g a リーグ<ん>興味ない。興味ない。何に興味ある？そんなに NBL?NBA <laughs> かそうかどんなに興味があるのじゃん キングスとかはたまに見るけど、うん、NBA も見てるああ見てる。NBA って今誰が一番あのコービーは引退したもう引退したああじゃあ誰ね今スーパースターは人気なのは分からん分からん色たくさんいるからたくさんいる一人分からん分からん <laughs> 本当かよお前 <laughs> バスケット何人でやるの 人ここで分からんって言ってほしかったな広瀬分かるバスケット何人出るの今言ったんじゃない野球何人出るか覚えてるか ?9 人9人大丈夫はいはい上位覚えてるはい上位兄ちゃんははいショーンは今どこで何してる読谷で野球してる読谷高校の野球は 近藤から4月から何年生になるの 2>, ?2 年2年生 2> はい、はい、読谷高校は春季大会惜しくも負けてしまいましたけどはいろし君兄ちゃんは和史兄ちゃん何してんのバイトしてますバイトしてろ星座高校ちゃんと卒業したかはい、はい、しっかり頑張ったね一時はどうなるかなと思ったけど <laughs> ああ君またなんだったらず史兄ちゃんを目指してないだろうなああ ちゃんと勉強してちゃんと高校行くんだよ、はい、大丈夫か、はい、あれお家から近いからって政策をこう選んだんじゃないか <laughs> お家から1 0 0ルぐらいやってたろ、はい、政策を1 0 0ルないぐらいまあいいかな坂登ったらというか裏から駐車場に入ったら3 0ルぐらいじゃないか <laughs> 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 そっかわかりましたじゃあ中学校では上位はバスケット広瀬はまだ決めてないということですね、はい グラブまだあるかはい。キャッチボールしてるたまに。いや。もう全くやらない。めっちゃたまにやる。めっちゃたまにやろ。うん。広瀬は。うん、たまにグラブどこに片付けたか忘れた。部屋に置いてます。部屋に置いてやろう見えるとこに置いてあるかうん。たまに取ってキャッチボールしてるかいえ。大丈夫いいえ。お前もしかして。 野球やりたいなって学校のから座ったんじゃないだろう、ね、<laughs> あ,あ、そうだよねはい、はい、たまにキャッチボールやるよお二人連絡してから <laughs> ああ兄ちゃんもいるのねあなた方はそうかもう和志は卒業したから今度成人式だったのい,いえ和志来年か来年,来年成人式早いな姉ちゃんは姉ちゃんは今妊娠してああもう結婚した、はい、おめでとうございます <laughs> すごいなじゃあ君やがておじさんか、はいあいやかっこいい <laughs> へえそうか姉ちゃんは前原高校だったはい卒業して前原ですで卒業してからあ卒業うんもう帰国でうんでお友達ができて結婚して、はい、やがてお母さんになろうはい君前やがておじさんになろうはいそうかじゃあ関東はもしかしたら 中学生になる前に小学生同士さんになるんだ。ああ関東はね。4月から。そうですね。<は>予定はいつね ?4 月です。4月は、はい、もうすぐじゃない。はい、入学式より先に生まれるかもしれんさ。<laughs> ねああ。すごいなそうですか。じゃあお父さんとお母さんはおじいちゃんおばあちゃんになるんだよがて。はい、わかりました。玉城兄弟はどうですかお姉ちゃんは一番上のお姉ちゃんは ジェシカ姉ちゃんはどこにいるの今。今、大阪に。大阪で、もう大学生か。はい。大学生。はい、はい。大学生まだ結婚してないよな。はい。はいで。まだおじさんになる予定はない。はい、はい。で、ショーンが読谷高校の野球部。はい。今度2年生になろう。はい。で、あなたで、あ、違うわ、ルシアは、山内州のソフト部。ソフトボール部で今度3年生になろう。はい。そうですか。 ルシアはたぶんたぶん女子野球はもうやってないやってないソフトボールだけ学校のはい、はい、高校どこに行きたいとか言ってるわからんわからん会話してるかお家でいやしてないした方がいいんじゃないか一緒に住んでるんだったらあん待って。顔回さないのかお家でいやいや 1>, 1年間は同じ山中学校に行くんだろしっかり頑張れよはい、はい、広瀬、はい、中学校は自転車で行く歩いて行くああ歩いて行くかな歩いてい中学校自転車 OK かダメじゃんあダメ,あダメああじゃあじゃあちゃんと歩いていかんとかな <laughs> タクシーで行きそうだなお金もないのに <laughs> タクシーで行ってから学校についてから先生お金払っといてって言うんじゃないか <laughs> 広瀬大丈夫かはい、はい、しっかり頑張れよ あれかねもう今中学校はもう野球するかどうか分からんけど山中学校しましょう今度卒業生何人だったのあなた方6人です20人20人少ない少ないな、はい、じゃあ全校生と相変わらず1何0人か150150160も切ったわけついに校舎は新しくなったのになあ あれ、工事はまだ全部は終わってないいや、終わってるけど、なんか。芝、うん、<柴>遊具。<ん>遊具を作ってるんだあ。遊具をどこに、中庭に,に、ね、玄関の近く。玄関の近くはあれ、幼稚園は幼稚園は今から隣に作る。あ、今から作る。今はまだ下か前の,前の校舎、あ、今はまだ下か。うん、前の校舎あったところに作る、うん、理科教師とかがあったさ、はい、あそこに。たぶん。えっと、プールは壊した。 プールはで今プールはどこにある屋<上>ないるか <laughs> どこの屋上あ、校舎の屋上にあ、校舎の屋上にプールあるわけあそうか面白いねでプールだった場所は今は何になってる運動場が広がったわけ駐車場かな駐車場あ野球も使わんからグランド草ぼうぼうか今いや草刈ってる大丈夫か、はい、あ寂しいなあ あーそかバックレートちゃんとあ僕、はい、もう <laughs> んいつ見たかな年明けに1回見たかなちょっとご無沙汰しているから女子野球チーム連れてきて練習しようかなこっちでグラウンドどうぞ使ってくださいってグラウンドが寂しいからそうかそういう方法もあるなちょっと考えてみようかなはいえー、とここで、えー、春季高校野球大会 えー、昨日でベスト16が決まりました。で明日3回戦、えー、沖縄水産対嘉手納、前原対八重山農林、未来工科対ギノ座、沖縄商学対中部商業、沖縄工業対那覇商業、小座対八重山商工、首里対未来沖縄、えー、KBC 学園ですね、で高南対ギノワンと、以上8試合が明日 3会場で行われる予定です、えー、これでベスト8が決まるという段階です、えー、甲子園の方も今日、えー、2回戦と3回戦が行われました3回戦に、えー、松山清涼、えー、愛媛県代表愛媛,愛媛県ですね出ましたが大見に負けたな残念ながら、えー、沖縄県出身の選手も、えー、何人もいますし 残念ながら、えー、近江高校滋賀県に敗れました滋賀県のピッチャーも近所じゃなかったああねもう嫌な人かなああえー、何だったっけ松山清涼には、えー、諸見スワローズ出身の久保田君も、えー、出場して活躍してましたが、えー、残念ながら敗れてしまいました、はいえー、甲子園の方も明日で3回戦終わってベスト8が揃うんですかね あさってまでかな、えー、そういう段階ですじゃあ中学校バスケットしたり何するかまだ決まってない人たちは高校野球は当然まだ決まってない高校からまたバスケットしようかなとかって上位考えてないかああ何だったら野球しようかなって一応分からん分からんじゃあ中学校野球も一応したいっちゃしたい,<う>したいけどうん一応バスケがバスケに行はあ半分半分ってできないか それれ日本の部活はあれあれ広瀬は <coughs> <coughs> いきなり高校から野球部入ってレギュラーになるとかいやそれはないきついです、うん、きついですか、うん、じゃあ中学校で練習してやっぱり野球がいいなあ頑張ってみる気はないですか今のところなさそうだなその顔はなはいわ、はい、かりました 何上位はまだちょっと早くやろうかなって少しは考えてるわけうんけどやらんはず,や,らんはず <laughs> やっぱバスケットバスケットは沖縄選抜まで選ばれた、はい、あ,あすごい沖縄選抜って沖縄市の小学校18校だった、はい、18校みんなバスケットバールある,ある、うん、でそっから選ばれたわけ何人

ジョイのお父さんは180あるか多分ある、うん、ちょっとお父さん抜くのはもう少し時間かかりそうだな広瀬ははい一郎お父さん抜くんじゃないか、うん、そうだ広瀬ゴルフやりなさいゴルフ、うん、<laughs> ああ。ゴルフ面白いんじゃない、うんいいはずよおゴルフたまにしかやる、うん、いいよたまにやれお父さんと一緒に最初お父さんのバッグ持ちから <え>うん、そして小遣いもらってでレンジ通って練習して <laughs> プロ目指すいいんじゃないかなかなかいないよいきなり中学生からプロ目指してるやつは <laughs> 沖縄はのジュニアのゴルフが盛んだから頑張ったらチャンスあると思いますよ是非 <laughs>、うん、目指してください、はい、笑ってないで本気だよ、うん、場合によってはあの和志も呼んでから <laughs> ね、関東は何してるなんかバスケ部とか入ったかい,いえ暁休んでからう,かうん修二修二やああそっかあいつ頑張りやだからな君はあいつの修二邪魔してないかはいいたずら小僧はう俺はとっくにやめた何を修二よ、はい、ああそっか長持ちしなかったそうかお前 修字であの、神に字書くよりも人の顔に丸とかバツとか書いてたんじゃないかいいあ,あその延長を学校で先生にやらんかったかいい、ね、あ,あそうですか。わ <laughs> かりました。えー、決して学校でやらかしたことは発表しない広瀬君です。それでいいですかはい。はい。卒業式はちゃんとみんなと一緒に卒業証書もらったんだよね。うん、校長室に別に呼ばれたんじゃないよね。危なかった。危なかった ちょっと広瀬君はみんなと一緒には渡せないから、校長室に特別に来てください。ってやがてだったわけ、はいあゃあ。中学生はよくいるけど、小学生でそれは滅多にいないんじゃないか。上映、はい、危ないよ。あいつは預かってみんな噂してた。いしてない噂はしてなかった。はい、大丈夫そうだった。わ、はい、かりました。はい、ではここで一曲聞いてください。お願いします。 はい、えー、千葉弘子さんで、折り鶴、聞いていただきました。昭和47年のヒット曲です。二人生まれたのは平成何年平成17年です。平成17年上位も、はい、平成17年多分。多分,多分い。自分の青年が PL か言えないかも。言えないかも。誕生日何月何日は大丈夫はい。ああ。じゃあ当然、 兄ちゃんの誕生日生年月日とかは言えない姉ちゃんの生年月日分からん分からんお父さんの誕生日は分からんあきさみよ広瀬は分かります誰のも分からん、はい、自分のだけ、はい、分かるのはもっと家族と楽しく生きてくれよ誕生会とかするでしょただケーキ食って忘れて終わり うん、ああもう少し姉ちゃんの誕生日いつだよねとかって覚えとかんと当然じゃあプレゼント買ってあげたことはないいやあるけどあるけどなんかありい自分であげたら、うん、なんか自分の誕生日の時にももらうみたいなのをやってやる、うん、<laughs> <laughs> 何俺にも何か倍返しだぜって渡すわけや うん、なんかあげただろうみたいなああ<ー> <laughs> 俺は靴下あげたから姉ちゃんは俺に T シャツくれようとかうんそんな感じ<え>そうか広瀬ははい <laughs> <laughs> そういえば広瀬今君の「はあって思い出したけどさ昔話だけどさ君おうちの勉強机の引き出しでカブトムシ飼ってたって はいはい。はい <laughs> 聞いたら思い出したぞ。姉ちゃんが引き出し開けてからもう、キャーって大声で泣いたという話。はい。引き出しの中に土入れてカブト虫飼ってたって言うんじゃないか、君は。もう覚えてます、ね。もう覚えてない、はい、そうか、思い出せじゃ <laughs> お家の中で、あの、なんか虫飼ってたといういう思い出聞いたような覚えがあるよ。虫好きだったんだ。 ねまあ昔はね<え>、はい、おじいちゃんがなんかそんな仕事をしてたのいいしてないおじいちゃんなんだったっけ一回ほら久米島に一緒に行ったさ覚えてる、はいうん、久米島でおじいちゃんはね何だったかなカタツムリだったかな<ー>何かが9割右巻きだけど左巻きを探してるとかなんか、はいね、おじいちゃんなんか探してたよね一生懸命ね、はい、そうだそうだ思い出したなんか 県の、そういった農、農業なんとかという職場だったのかな。なんかそういうのが、興味があるという話を金も覚えてるか思い出した、はい、久米島でね、カタツムリ探してたよね <laughs> ああ。思い出した。そうだ、そうだ。もう久米島もな、行かなくなってから何年になるかな早いな。あ3年ぐらいもう行ってないような気がするな。 そうでしたねそういえば何でさっきの曲なんかしたかといったらさこの人このさっきの歌手千葉さんって千葉寛子さん言うんですけど先週末千葉県に行ってきたんですよはい、はい、東京千葉県東京と千葉県にでプロ野球の2軍戦を見てきたんですよえー、っとね東京ヤクルトスワローズと千葉ロッテマリーンズ 2軍戦ヤクルトの戸田球場というところ埼玉県の戸田球場というところ電車とバスを乗り継いで見に行ったんですけど審判員の山崎さんという人に会うために行ったんですけどねもうびっくりしましたねプロ野球選手ってやっぱり1軍でやらんとダメだよなんかもう2軍の球場ってちょっと申し訳ないけど。 寂しい本当にああもう沖縄の子どもたち恵まれてるよもうあんなたくさん立派な球場があるから戸田球場ってね一応バックネット裏日曜日土曜日曜は1300円で1300円の席がいくつあると思う ?100 人。 もうほトとにも本当に6段あってから横に十何人でちょうど100人ぐらいであとベンチのそばに指定席みたいのを作ってでそのまあ用入って200人よりも土手でただで見ている人の方が多かった <laughs>、はあ、でそのまた土手で見ている人が一生懸命応援している人がいるわけよあ,あ二軍選手だけどなんかみんな 応援歌みたいなのがあって葛藤罰でーってから一生懸命思わず酔っ払ってんのかと思うぐらい大きな声出してる人がいましたよ。でねロッテに、えー、っと大峰翔太選手内野手でヤクルトに八木投手日ハムから移ったんだね去年ね知らなかったの、うん、あとヤクルトの控えにトラビス投手。 沖縄出身は以上だったかなだったと思いますだから早く頑張って一軍に上がらないと一軍で何万人という前で野球しないとちょっとやっぱり寂しいですよお金があったらね沖縄に「どうぞこっちでやってください」って沖縄の野球場を紹介したいぐらいで,で上位は何大阪に行ったって 先週先,先週か<あ>、うん、どうでしたか大阪人が多い人が多い野球見た見に行こうしたけど、うん、やめたやめたなんでバスケットに行ったいやなんか大した試合た、ね、あったーい行っちゃったぜ <laughs> 大した試合じゃなかったなんかそんな,なんて言うのかな,分かんない怖い言ったぞお前プロの試合かそれは甲子園じゃなかったっけ高校野球は もう公開始まってたじゃあなんかどっかがボロ負けしてるみたいなそういう試合だったかな、うん、あどっかがボロ負けした東海大相模とどっかだった分かんない、うん、あれ結構強い学校だったでしょ東海大相模に負けたの成功学園だった<や>学院だった違う違う今日あれだよね第1試合は神奈川の慶応高校を負けたんだよねああそっか 名前だけ聞いたら絶対神奈川慶応高校が強いかなと思ったけど何が起こるか分からないよねこから何だったあれ大阪桐蔭だった大阪桐蔭だどっかんかボロ勝ちしたんじゃなかった2割<あ>だったかな、ね、21世紀枠と、はい、そうかそうかさて中学生今も小学校から英語あるのはい、うん、じゃあ中学校で初めて英語というわけではないんだだけ大した授業ではない 何年大した授業ではないったら小学校の英語がはいディスイザペンとかやるの <laughs> なんか遊びみたいなああ会話が主なの最近の英語って会話分かんない何お話僕らが習った英語ってさもうそっちを本読んで文法がどうのこうのとかって言われて <laughs> 今から考えたら何の役にも立ってないというぐらい寂しいんだけどエンスさん英語上手ですか ああ、そうっすか。残念。で、教科書もらった、はい、中学校の教科書。まだいい今から、はい、何だったオリエンテーションみたいのはあるのそれもわからん。体験入学みたいなのあるの体験入学一日中学生みたいな。ない。ない,ないああ。じゃあもうすぐ、入学式の前に、じゃあ本をもらいに行って、 制服はもう届いたはい。うん、届いた。つけてみたか鏡の前で。いいファッションショーしたかサイズ確認ました。サイズ確認ました広瀬は。い今、学生帽ってない学生帽 <laughs> 黒いの。岩木がバッターボックスで被ってるやつさ。いないかないやっぱないよな。学生帽って見たことないもんな。 ワイシャツ学生服入学式は、うん、ワイシャツで行くのこれも分からん <laughs> 何もあんまり聞いてない何も聞いてない作ったのは何ズボン作ったの上下じゃん学生服の上下作った、はい、ワイシャツもあ <laughs> <laughs> お前ちょうど中学校行くのかちょっと心配だな そうですか。えー、っとね、数本さんという方から、えー、メッセージいただきました。沖縄は暑いんですかって子供が半袖です。ああもう大丈夫だよな。結構ね、今日二十七度ぐらいあったぜ。二十七。ああめっちゃ暑かった。昼は。外がめっちゃ暑い。あ,あんでもうすでに夏になりつつあるぜ沖縄は。はなってるのかなもう。 ちょっと前まであんなに暑さ寒かったのにね怖いぐらい寒かったですよ。そうそうさっき野球見た時に千葉じゃなくて埼玉の戸田球場で初めは太陽出て暑かったんですけどね途中から曇ってで何だったか河川敷昔は川だったところが埋め立てしたのか土埋まったのかそこがあの。 公園になって野球場があって陸上競技場があって風が冷たくて後半寒くてしょっちゅうトイレに行って幸い手袋持っていたからなんとか過ごせたけどああ大変選手も半袖いないし審判も途中からあの何だったら首巻くの襟きじゃなくてマフラーじゃなくて最近流行りの なんとかウウォォーマーーーママネックそうそうそう審判も途中あの一人がすぐ本部席に行くから何かなと思ったらネックウォーマー持ってきてみんなに渡しよった寒かったぜ本当に震えてたよ <laughs> そしたらまた翌日はもうティーラカンカンして今度は暑いぐらいだからあの桜が満開でした 東京も千葉も埼玉も、うん、で「なんとか桜まつり」4月の7日とか8日とかって書いてあるけどあれおそらく4月入ったらもう散ってるはずよ、うん、あと2週間もたないでしょ今年は桜が早いと言ってなんか僕あの野球見に行く時のバスの中でおじさんが2人「野球見に行くんですか?」って聞いたら「いやーわしら酒飲みに花見に行く」って。<laughs> <laughs> 羨ましそうなおじさんたちがいましたよあの辺行ったらもうみんなあの帽子かぶったり8匹来たりした人が球場に向かって歩いてるはずだからすぐ分かるよっつって実際すぐ分かりましたけどねもっとあのもっと2軍の環境を整えていただきたいなと思いましたはい、はい、ではスポンサーからのお知らせを聞いてくださいお願いします はい、えー、今夜のヒッティングチャンス三百五十三試合目は。え四、ー、月から中学生になる暁出身の二人を。お招きして、お話を聞いています。えー、玉城ジョイコはい。はい。ええー、暁がキューブになった後はバスケット。 バスケットって島黒賞のバスケットチームは何人いるの男子チームはま数えたことね数えたことない数えたことなくてお前ベンチに君と一緒にやってたチームメイト何人いたのあ六6年6年六人六人で5年4年がいたはい 強いの弱いのうん、まあ、弱いほう<分>北中島まは結構強い強いああじゃあ沖縄志島小よりはずっと向こうの島まが強い、はい、バスケットははい、はい、女子は女子は分からんわからん一緒に大会とかないのかたまにあったあったけど特別分からんはい、はい、分かりました広瀬君 はい、広瀬君はい、はい、やらかした広瀬君いろいろといろいろとっていう噂だけど一回じゃないわけね今年は少なかったか今年は少なかった去年はたくさんやったわけああ去年はみんなやばかったみんなやばかったあなた方6年生な上位何やったいや何やったっつうかああ先生に反抗したあ <laughs> <laughs> 何か二人で顔を合わせて見合わせては変な笑い方しておい教室に何かばらまいたとかじゃないだろうな <laughs> いいいはいああトイレじゃないところでおしっこしたとかじゃないだろうな <laughs> そんなのはないそんなのはない,うそ,はないそういう気はないか先生泣かしたとかじゃないか女の先生よいはない女じゃない 全クラス、あ全学年一クラス、今も。うんはい、そうか、本当に。じゃ多い学年生とが多い学年って何年生だったの六年生二十人で。えー、あれ、可愛い,いねって女の人があなた方、二人に。よかったね。あ、まあ、笑うね。今、頑張ってて言んかった。うん、頑張ってって。はい、じゃ頑張ってはい。あと少し、あと十五分。 えっと、だから何全校生と6年生が20年、はい。5年は大体いい、うん、30年5年生少し多い31だった今度新しく入ってくる1年生何人とか噂聞いてるいや聞い,、ね、聞いてない聞,な聞いてな、ね、いそうか玉城さんちはもう上位が一番下だから小学生いなくなるのかこれではい、ね、広瀬東女さんちは 関とが今度6年生になるのはいはい関は相変わらず研究に熱心か <laughs> うん習字頑張ってる習字、はい、のほかには、うん、何もやってない何もやってないそうか,かりましたあなたは習字は途中でやめたはい途中でやめた習字はいや、はい、何段何級までいったえっとね 八、八段八段九段 ?9 何八九？九九か8 9一か月ぐらいしかあ10球から始めて八九までいったってことはい大体はい。そうかもう面白くなかったあの座って正座して紙に向かうのがつらかったのか十枚書いたら終わりっていうのあったから10枚重ねてやって 重ねていたすみをこう垂らしてうん映るかしたにいやすみたらしてたから <laughs> 結構映った <laughs> すごいアイディアだなで一回描いたらもう10枚映るわけ、はい、でこれで出した<下>通りよったかうーんう OK される前に逃げた <laughs> <laughs> やば先生が見てる間にもう逃げたわけ もう10枚出したから終わりっつってた楽しいやっちゃなもう先生から「もういいよ来なくても」って言われた、うん、いいお母さんは言われたんですよあ「ちょっとこの子は私の手には負えません」っつってそうかそんな方法があったのか昔俺さんあのー、なんか算数の1から100までを10回書きなさいとかって言われた時にさ 1111111って書いて <laughs> 2「2222」2 2 2って書いてなんかそれが早いような気がしてやったんだけど途中で「終わり」って言われた時に50いくつまでは書いてあるけど100まで言ってるのが一つもなくて先生に叱られた覚えがあるけど今思い出したけどそうかそれは気がつかなかったな10枚重ねて書く <laughs> いやこれはいいアイデアだ特許, <laughs> 特許を取れるかもしれんようん そうだねぐらいの商標登録できるかもしれない <laughs> オリンピック見てたかたまにやたまに見た何が印象に残ってますかオリンピック、えー、パラリンピックやスノーボードかなスノーボード、はあ、上位は羽生譲る羽生譲るって何だったフィギュアスケートだった、はい、あ,あそうか。他には ああでもあっピョンちゃんピョンチャンピョンチャンピョンチャンって韓国かあれなあれななんか北朝鮮となんか韓国が韓国合同合同なん合同チームホッケーだったっけそれでなんか批判する人と分かる人になったねそういえば世界的なニュースが 昨日だった韓国の一番大将が北朝鮮の一番大将が中国行ったんでしょなん,なんか今日ニュースしてたね握手していたねでああ面白いね帰ってから発表するんだねあの人たちはね <laughs> もう帰ってからようやく中国が発表して昨日までは誰かが来たみたいです「来たみたいです来たみたいです」って言って。 日本は行く前からわわわわして行くけどね、うん、不思議な国だねゴルゴサーティーに狙われないように <laughs> さてお二人中学校ではどんな生活を送りたいですかショーン君 <laughs> あごめん兄ちゃんの名前言ってしまったジョイ君はいわらん,からん出ました得意のわからん <laughs> 広瀬君 平凡な生活,平凡な生活全く中学生らしくない中学生になりそうだなそれともこれが今どきの中学生なのかな平凡な中学生ってどんな中学生、うん、問題起こさない問題起こさないこれ一番難しいんじゃないか広瀬あ,あなたにとっては問題起こさない校長室に呼ばれない 職員室に呼ばれない生徒になりたいですかはい。本当にそうか。上位は普通の。ったわけのわからことで。普通の生徒。バスケットで九州大会、全国大会行きたいぐらいのこと言えや,や。ああ。ああじゃなくて。<laughs> 勉強で一番目指しますとか。ああ,ああ。はい、何英検2級 の目指す。目指すと英 k 2級準2級でもなくて2級今何級持ってるのいやあら違う高校からさバスケでさアメリカにさ留学ーガさ一応なんか行きたいから今から英語塾かれて一応勉強する。 いやー素晴らしい、あるじゃない、NBA のプレーヤーになりたい、はい、おっしゃー、でかく出ましたね、そういうことが聞きたかったわけよ、普通の中学生とか、平凡な中学生とか、おい、広瀬、はいはい、負けてられないよ何か言って、はい、吉本興業,業、るか吉本業一人だったら紹介できるよ、沖縄・吉本のマジ勘弁若手芸人。<laughs> マジ勘弁してくれ。結構面白い。ウケるはずよ。<laughs> ああ広瀬100%とか。あれ何だったあれはちょっとな、僕あんまり。あれはあんまり。失敗もしてるし。あ、そうねや。やらかしちゃった。本当に森林が見えてた。何が見えた森林。ああ。いや、やめた方がいいよ、やっぱり。 こ,れこれ実際間違ったらどうするんだろうと思ってテレビ見たことあるけど、うん、テープ貼ってあるのかねいや貼ってなかった、ね、貼ってなかった、はい、あちゃあ心配だね生放送で失敗してた生放送で失敗してた、はい、うわー大変だ気をつけないと、はい、では、はい、えっと上位くん、はい、バスケットに変わってからはあれ大会の送迎とかは誰がやってくれたの お母さんがやってますお母さんが、はい、お母さんにじゃあ感謝をお伝えくださいどうぞありがとうございますおい <laughs> ちょっとなんかお前今から英語も勉強して NBA に目指すという人がお前ありがとうございますこれではねお母さんはもう空港にも送らんぜ俺だったら <laughs> 行ったらバス乗ってって弁当なんでどっかで買いなさいって言うよ きちんと感謝を伝えないと。考えとくよ。はい、ね。広瀬。やらかしたことも含めて、特にお母さんに。うん、君はお母さんへの詫びから入るか。ご心配おかけしました、つって。すいません。おい、心がこもってない、もう一回。すいません。何が <laughs> 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 本当かはい。 はいじゃあ、上位もう一回、どうぞお父さんにも、はい、ああ、7年やってきたけどね、ね本当にろくに挨拶もできない、感謝も伝えきれない小学生、ワンタッチ2人が最初で最後かもしれんぞ、しっかりしてくれはい、上位君。 玉城ジョインはい。はい。どうぞ。もう俺が下書きするか。お前それ読むかああ。あしっかりしろ。はい、どうぞ。はい、隣のシャッターに負けないぐらい大きな声で。<laughs> <laughs> <laughs> 弁当作ってくれたのは誰ですかお母さんです。はい。美味しかったでしょはい。はい、どうぞ。 ありがとうございましたあハ <laughs> <laughs> じゃないってばもう困ったやつだな広瀬君はい野球してた時弁当作ってくれたのは誰ですかお母さん応援に来てくれたのは誰ですかお母さんはい感謝をお伝えくださいどうぞありがとうございます <laughs> これからは中学校になったらどうなるえよろしくお願いしますはいジョイくん これからもお願いします。ああ。僕がお家で聞いてるお母さんだったら、今頃。準備してたハンカチ破ってるぜ。しっかり頑張れよ。はい。はい。しっかり頼むぜ。お二人さん。え、ね、え。大丈夫ですか。はい。中学生入学式いつ?。覚えてます。これもわからん。<laughs> 怖いな。あなた方、本当に。山中学校の場所わかるよね。はい。はい。 まあ,あ、風山さやってる場所だよ。はい、大丈夫ね。はい。あ,あ、だから、遊びに行くのよ。風山さに行くような気分で、中学校に行くのよ。はい。あ,あ、ちゃんとしっかり勉強も、えー、運動も、もしかしたら好きな子もできるかもしれんな。ジョイ。はい。しましょうで、好きな子いたか。いない。いろせんいたか。いえ<や>。じゃ、あ中学校で見つけてね。はい。ね。はい、えー、ヒッティングチャンス、この番組は。<laughs> オリジナルプリントショップタカ、有限会社や不足工業、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼の小ザ自動車、心のお仕事チームワザグループ、ベースボールプロショップ大内山スポーツ、沖縄タイムス、沖縄市茶壇町販売展開、以上各社の提供でお送りいたしました。おかげさまで満7年、来週から8年目に突入します。はい、ヒッティングチャンス、どうもありがとうございました。